はい、どうも、ぐてです。今回もご視聴いただきありがとうございます。はい、そして皆さんにご報告があります。この度メイクアップぐてチャンネル、なんと11万人突破いたしました。正直最近ね、ちょっとあんまり伸びが良くなくてですね、なんとかなんとか11万人突破いたしました。本当に皆さんありがとうございます。でですね、僕がいつも満単位でチャンネル登録数が増えた時にやってることがあるんですけれども、質問コーナーです。はい。で、これまでは僕10万人突破までは全部インスタグラムの方で質問を募集したんですけど、今回初めて YouTube のコミュニティで質問を募集して答えていこうと思います。なんか例えば質問内容とか若干違うのかなと思って、今回ちょっと初挑戦なんですけど、ちょっと見てみようと思いますね。お、コメントが84件。84件って多いのかな、少ないのかな、わかんないけど。あ、でもあれですね、内容がインスタグラムの場合は結構僕の好きな彼女のタイプとか、あとこれまでの恋愛遍歴とか、好きなタイプとか、そういう女性関係の話が割と質問でよく来るんですよ。でも YouTube のコミュニティ今見てる限り、割となんかそれ以外のもっと僕の全般的な質問が来てる気がするので、結構面白いかもしれないですね。では早速答えていこうと思います。スタート。小粒ちゃんメイクでブリアンちゃんとのコラボが初見。お、ありがとうございます。それから毎日見てます。ありがとうございます。65歳のおばあちゃんだからこそ隠したいところがいっぱいあるので、メイク動画大変参考になります。アイライン勉強中です。ゆてさんは香水は使われていますか？とてもいい匂いがしそう。ありがとうございます。はい、ということで僕の香水についての質問なんですけれども、香水はね、基本的に僕あんまりこだわりはなくて、結構パッケージとかその場でパッてこう気に入ったやつをパッて買うことが多いんだけど、今使ってるのはこちらです。見えますかね、こちら。多分ね、動画反転させてるから読みにくいと思うんだけど、ザラとジョー・マローンっていう香水のブランドがあるんですけど、それがコラボした香水なんですけど、それの、2番ですね。ウォーターリリーティードレスオードパルファムっていう香水を僕は使ってます。これね、ボトルタイプも欲しかったんだけど、ちょっと間に合わなくて買えなかったので、ロールタイプだけを使ってるんですけど、こうやってロールタイプになっててくるくるってやってつけるんですけど、これ本当に、まあ、つけたばっかりもすごいいい匂いするんだけど、つけてから2時間後ぐらいの匂いが僕すっごく好きで、本当にいい香りがするんですよね。これめっちゃ愛用してます。でも中身あんまりないから、ちょっと大事な時用って感じですけど、これを普段はずっと使ってます。ゆてくん登録者11万人おめでとうございます。ありがとうございます。魅力的で頑張り屋さんのたまものです。いい。ゆてくんのお部屋に銀の盾が飾られる日を楽しみにしています。そうだよね、なんで来ないんだろうね。まだ結構10万人突破してから割と経つんだけど。質問なんですが、私は韓流ドラマが大好きで、ギテ君が一番ハマった韓流ドラマがあったら教えていただけますでしょうか。僕が一番ハマった韓流ドラマは、太陽を抱く月、気候号、コーヒープリンス1号店です。その3つかな、一番ハマったやつは。気候号と、あと、気候号で合ってんのかな、読み方。わかんないんだけど、気候号と、あと、太陽を抱く月に関しては、どっちも3回ずつ見ました。全話。多分60話ぐらいあるんだよね。でももう3回通してみてもやっぱ面白かったぐらい好きです。なんか時代物のドラマが割と好きかも、韓国の場合は。日本の場合であんまり興味ないんだけど、韓国の場合は結構時代物のやつが好きかもしれないですね。すごい面白いですよ。はい。ゆてくん登録者1万人おめでとうございます。ありがとうございます。これからも動画楽しみにしています。質問です。ゆてくんのお顔で一番好きだなって思う部位はありますか。私はもちろん全部好きですが、特に口の形が大好きです。口ね、よく言っていただける、ありがとうございます。はい、僕が一番自分の顔で好きなパーツは、昔はね、眉毛だったんですよ。正直言うと眉毛だったんだけど、眉毛が僕3年前から全部なくなっちゃって、今はもうアートメイクしてるのであれなんですけど、一番今好きなパーツはどこだろう。
なんか鼻好きなんだけど、僕鼻曲がってるから直したくてずっと。だからそれはちょっと減点っていう感じなので、横から見た時の鼻は僕自分的にはすごく好きです。ただ、一番好きなパーツ。でもやっぱり口を結構褒められることが多いので、最近は口割と好きかもしれないですね。はい、じゃあ口でお願いします。いつも毎日楽しみながら拝見させていただいてます。11万人おめでとうございます。ありがとうございます。まだまだギテ君の登録者数は、ギテ君の魅力と比例していないですね。ありがとうございます。質問なんですが、ギテ君は日本のアイドルグループが好きだったら何グループ、誰が好きなんですか？とっても気になります。ギテ君大好きです。ありがとうございます。日本のアイドルグループだったら誰が好きですか？女性、男性？どちらでもいいんですかね。女性だと、前までは僕 E-Girls が好きでした。ダンスとかめちゃくちゃうまいし、みんなビジュアル可愛いし、でも E-Girls もなくなっちゃうからちょっと寂しいなって感じたんだけど、男性だと、三代目昔好きでした。あのライブとかも行ってました。あとなんかジェネレーションズも好きでした。ちょっと服装韓国っぽさもあったりするし、ダンスめっちゃうまいので、僕なんか実力がすごくある人見てて惹かれちゃうので、やっぱそう思うとあれですね、女性も男性も LDH の方が好きかもしれないですね。昔すごい好きでした。はい、ライブとかも行ってました。こんばんは。こんばんは。ゆてさんが今まで見てきた映画の中で一番面白かったものなんですか？今まで見た中で一番面白かった映画、僕記憶力良くないから正直ね、一番って言われてもあんまり思い出せないのが正直なあの意見なんだけど、最近で言うと、パラサイトかな。最近で言ったらパラサイトと、ジョーカーが面白かったなと思いましたね。あとは一番泣ける映画で言うと、化け物の子。そう。細田守監督さんが僕すごく好きで、その方の作品は全部好きなんだけど、なんか理由はなぜかわからないんだけど、すごく好きで、熊徹っていうキャラクターがいるんですけど、熊徹が剣に転生して、キュータっていう主人公の元に現れるんですよ。そのシーンが僕、もう絶対に泣くんですよ。そのシーンで 100% 泣くんですよ、僕。毎回。っていうのがあって、化け物の子が僕は一番泣ける映画。たまにこう泣きたくなる時あるじゃないですか。そういう時に絶対僕は化け物の子を見ます。大体めっちゃあれ泣けるんだよね僕は。11万人おめでとうございます。ありがとうございます。これからも応援してます。頑張ってください。ありがとうございます。質問です。キテ君は韓国語どれぐらい喋れるんですか？オモニュとかと話す時は日本語ですか、韓国ですか、気になります。僕は昔は全く喋れなくて、高校卒業してから僕3、4ヶ月ぐらいか、あの韓国に僕留学したんですよ。プサンのプサンダ発教っていうところの語学堂があって、外国の方が通う韓国を学ぶところがあって、僕は韓国籍だけど言葉知らなかったからそこに通ってて、4ヶ月間でも全然僕すごい勉強頑張ってやったからすごい喋れたんだけど、当時は。今はねマジ使わなくなったから、だって高校卒業後だから18歳でしょ。今何年前？ 8 年前？あ、もう記憶がほぼなくて、今はね、本当の喋れないです、本当に。韓国行った時に、旅行する分にはある程度困んないかなぐらいのレベルしかまだ喋れないですね、今は。はい、そんな感じです。YouTube 始めたきっかけって何ですか？ゆてくん大好きです。ありがとうございます。YouTube 始めたきっかけは、初めは僕昔はYouTube ちゃんとやる前はヘアメイクアップアーティストをフリーでやらせてもらってたので、その窓口というか写真だけで伝わらないことがあるなと思ったので、僕は YouTube で自分が喋ってるところとかメイクの技術とかを見てもらおうと思って YouTube を始めました。初めはね。まあ今はもう YouTube が結構メインになってるので、ありがたいんですけど、はい、そういう感じですね。登録者数11万人おめでとうございます。ありがとうございます。ギテ君の動画見始めてからメイクが好きになりました。嬉しい。その言葉がねめっちゃ嬉しい。もちろんギテ君も大好きです。ありがとうございます。普段よく飲む飲み物なんですか？基本的に家ではイロハス、まあ水をね普段から飲むようにしてるんだけど、お水の中で僕イロハスが一番好きで、軟水が好きなんですよ僕。イロハス軟水だよね。
軽めな水がすごく好きで、僕イロハスを基本的に飲んでて、それ以外何をよく飲むかって言われると、もう本当にビール、もうビールばっかり飲んでますね。基本家にいる時もご飯食べながらビール飲むか水飲むかどっちかですね、あとはたまにスタバのダークモカチップフラペチーノって感じです。11万人おめでとうございます。ありがとうございます。さて質問ですが、ギテ君の地元広島でのおすすめのお土産とか食べ物の場所を教えてください。広島のおすすめの場所で、僕ね、上京してから広島県だいぶ変わったと思うので今どうか分かんないんだけど、やっぱ一番はやっぱ宮島ですよね。宮島がまず行ってほしいなと思うのと、あとはお土産で言うと、もみじまんじゅうって多分有名だと思うんだけど、もみじまんじゅうの会社が出している違うやつがあって、もみじ型のフィナンシェ、メープルフィナンシェっていうお菓子があるんだけど、こちらね、これが僕一番好きです、広島のお菓子の中で言うと。めっちゃ美味しいよ、本当に美味しいよ、これマジで美味しいから食べてほしい。あとお好み焼き屋さんで言うと、八星っていうこちらのお店が僕一番好きで、広島帰ると絶対食べに行きます。はい、ここはね、キャベツが本当に甘くて、で僕チーズをいつもトッピングするんだけど、チーズがあのミックスチーズ、ピザ屋のチーズをもういっぱい入れてくれるから、もう本当に好きで、他の鉄板焼きも美味しいし、めっちゃ好きです。そこが僕はおすすめです。登録者11万人おめでとうございます。いつも楽しく拝見させていただいてます。メイク技術が本当にすごいですが、メイクに興味を持った一番最初のきっかけは何ですか？ぜひ教えてください。僕がメイクに一番初め興味を持ったのは、結構ね、何回も話してる気がするんだけど、東方神起っていうグループ、その東方神起の、まあ、元々いたメンバーのキム・ジュンスさんって方がいらっしゃるんですよ。そのジュンスさんがまず韓国とか K-POP っていうものを好きになったきっかけでもあるし、僕がメイクを始めたきっかけでもあります。ジュンスさんのこちらのね、写真を見た時に、もうなんか女性とも違う、男性でもない、なんかもう男性がメイクするからこそ生まれる魅力が僕すごくそれで伝わったんですよ。なんか独特な魅力、強くもかっこよくも綺麗でもあり、なんか麗しいみたいな感じがすごくして、そのメイク見た時に、このメイクを僕実際真似したんですよ、自分で。でツイッターに上げたのがまず一番初めのメイクした時ですね。その時に結構反応が割とあって、ツイッターで、であこういう風にメイク見てもらったら、こういう風にあの言ってもらえるんだっていうのがあって、あの、はい、メイクを自分でするようになってって感じですね。はい、キテさん11万人おめでとうございます。ありがとうございます。キテさんの動画は私の楽しみの一つです。キテさんが作る動画、特に編集がめちゃくちゃ好きなんですが、めちゃくちゃ嬉しい。それは自分でツッコミを入れるスタイルの編集はどのテンション顔で行っているんですか？ぜひ再現お願いします。笑いながらやっているのか、淡々と真顔でやっているとか気になります。それはね、もうマジ舞台裏だね。基本的にはあの結構真顔でやってます。割と僕ツッコむ時とか、なんか何言ってんのこいつっていう、結構僕編集する時はめっちゃ客観視しながら編集してるんですよ。なので割と何言ってんのこいつっていうスタンスでツッコミ入れてます。めっちゃ笑いながらやったのはあのブリアナさん動画ぐらいですね。あれはもう本当もう笑いこらえられなかったもん。もう編集しながら爆笑してました。あれは本当にマジで、あれは本当に編集で一番自分で笑ってしまった動画の一個ですね。あんな笑った動画ないよマジで。本当におめでとうございます。ギテ君を見るといつも元気が出ます。これからも頑張ってね。ありがとう。今一番好きな歌は何ですか？今一番好きな歌は、あ、でもこれ結構みんな意外と思うかもしれないんだけど、韓国じゃなくて今一番好きな歌って、一番今聴いてる歌はあれ、 YOASOBI さんの夜にかけるをめっちゃ聴いてる。しかも YOASOBI さんのやつも聴くけど、他の歌ってみた動画を聴くのが最近好きで、家でめっちゃ聴いてます。耳に残るんだよね、あの歌。そう、自分もちょっとなんか歌ってみた動画出してみたいなと思うけど、なんかうまくさ声編集する人いないかなって探し中です。はい、11万人おめでとうございます。ありがとうございます。質問です。犬派ですか猫派ですか？昔は犬だったけど今は猫派です。はい、今僕猫飼いたいので、はい、猫派ですかね。一番好きな動物はホワイトタイガーです。ゆてくん11万人おめでとうございます。ありがとうございます。
おうち時間が増えて動画ばっかり見ていますが、メイクではギテ君ばかり見てます。ありがとうございます。質問です。 K-POP アイドル私も好きなんですが、ヨジャグルで好きなグループアレブ教えてください。毎日猛暑でクタクタです。ギテ君も体には気をつけてください。ご心配いただいてありがとうございます。ヨジャグルで好きなグループあれば教えてくださいってことなんですけど、もうそれを言ってしまうと僕ね、もうね、切れないんですよ、本当に。好きなグループ多すぎて。ブラックピンク、ヨジャチング、あと、ソウル時代、あと、エヴァグロウ、あと、エイピンク、あと、イッチ、トゥワイス、あと、アイズワン。で、昔で言うとシスターとかも好きだったし、あと、カラー。とにかくめちゃくちゃいます。11万人おめでとうございます。ありがとうございます。いつも動画楽しみにしてます。変な質問ですが、ギテ君はジュビレの中でどのキャラクターになりたいですか？それはもうね、ハウル。ハウル様ですよ。もうそれは絶対的にハウル様。だから前のコスプレメイクめっちゃ楽しかったもんね。本当に。コメント欄見てるとさ、全身撮ってほしいっていうコメントあったんだけど、そう、なんだけどね、全身撮れなかったから、またちょっとハロウィンでリベンジしたいなって思ってます。11万人おめでとうございます。ありがとうございます。とっても楽しくて勉強になる動画、これからも楽しみにしてます。質問です。ギテ君は人に言われて心に残っている言葉などはありますか？私はトリマーとして就職が決まった時、もし自分にセンスがなかった時はどれだけ好きな仕事でも辞めた方がいいのかなと不安になっていた時に、先輩にやり続けることもセンスの一つだよと言ってもらえたことが、言葉が今でも忘れられず、その言葉がお守りで頑張れています。いい先輩ですね、その方も。割と2つあって、一番初めて僕が働いた職場の先輩がいたんだけど、その先輩に、その時僕多分失恋かなんかして、その相談をしてたんですけど、その先輩が、結構サバサバした感じの女性の先輩で、言ってた言葉が、なんか、死なない限り何でもできるから、って言葉を言ってて、大変な苦労をされてた方だったんだけど、だからこそ僕それがすごく説得力があって、心にすごく響いて、今でも辛いことがあったら、まあ、生きてるし、こんだけ生活ができてるんだから何とでもなるよって思うようにしてて、そうなると結構悩みとか割と何でも解決してくれる魔法の言葉と思って、自分がこう悩んだ時はそれを言って自分をこう元気つけるようにしてます。あとは僕がその高校卒業して韓国に留学する時に、家から離れるのが僕初めてだったから、もうすごくもう泣いてて、当時ホームシックで泣いてたんだけど、寂しい寂しいって思ってた時に、その主にが俺に言ってくれた言葉がもうすごいシンプル。大丈夫だよ、あんたなら大丈夫、大丈夫よ、大丈夫って言ってくれて、なんか大丈夫ってすごいあったかい言葉だなと思って、当時もその言葉、主にの声を頭でこう流しながら、大丈夫大丈夫って自分に言い聞かせながら、その18歳の時、誰も周りに知り合いがいない韓国の場所で頑張って毎日勉強したし、最近もね、緊張する場面があったりしたら、大丈夫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 って自分にこう大丈夫大丈夫って言ってあげるようにすると結構落ち着けるので、それは結構ね、自分の中では大事なことかなって思ってますね。ギテさん、はい、チャンネル登録11万人突破おめでとうございます。ありがとうございます。これからもお世話になります。こちらこそお世話になります。皆さんと質問被らないように、もし女性として生まれ変わったらどんな職業に就きたいですか？でも多分僕歩む人生一緒の気がしますよ。同じ人生を歩みたいなと思いますね。多分僕あれなんですよ、性別が違ったとしても、もし仮に僕が女性だったとしても、今僕が歩んでる人生って変わらない気がするんですよね。うん、アパレルして韓国好きで、メイク好きで、まあこうやってメイクに携わる仕事をしてると思うので、多分生まれ変わって女性になったとしても、多分今と同じ職業というか人生を歩みたいなと思いますね。うん。ブレナちゃんから飛んできました。お二人とも大好きです。11万人おめでとうございます。ありがとうございます。そして100万人質問です。100万人突破する頃にはどんな自分になっていたいですか？理想の未来を教えてください。来年100万人いくかもしれないけど。そんなわけないでしょうって感じはするけど、まあ、頑張っていこうと思ってますけど、100万人頃にどんな自分になってたいか、初心を忘れてほしくないですね。周りの環境とか自分が置かれている状況とか金銭状況とか多分全部変わってると思うけど、交友関係とか大事に思ってる人とか
生きていく上で自分が大事にしてることっていうのを変わらずに守っててほしいなと思います。やっぱりなんか得るものが多いと人って失うものも多いんですよ。なんだけど僕は失うものが多いぐらいだったら別に得るものが少なくてもいいなって正直最近思うので、本当に中身が変わらないでほしいなと思います。自分で思います。それはなんかスタッフさんとか店員さんとかに優しくあり続けられる人であってほしいなって思います。まあこうやって自分で言ってる限りは変わらないと思うから多分大丈夫だと思うんだけど、なんか、やりたいことを実現しつつ周りに恵まれて楽しく人生を送ってほしいなって思うので、中身を変わらず初心を忘れずに言ってほしいなって思います。はい、という感じで今日の質問はここまでにしようと思います。全部は答えきれたかったんだけど、やっぱりあれだね、インスタの質問とやっぱ内容が違う。なんか僕に対する質問がいろんなジャンル、いろんな方向からあった気がするので、すごく楽しかったなって思います。またね、コミュニティの方で質問募集したりとかリクエスト募集したりとかしてるので、またコミュニティの方もチェックしてもらえたらなっていうふうに思います。でまたちょこちょこ恋愛系とかの質問動画もしたいなと思ってるんですけど、恋愛系はね僕インスタグラムのストーリーでいつも募集をするので、こちらのねインスタグラムをぜひフォローして、恋愛系の質問とか相談がある人はこちらのインスタグラムをフォローしてもらえると、僕ストーリーでいつも募集するのでいいかなって思います。最近結構自分のねモチベ下がりましたとか言っちゃってる動画とかあったりとか、結構ラフに動画撮ってたんですけど、もうちょっとね更新頻度上げていきたいなと思ってるので、結構ね頻繁に僕の YouTube チャンネル見てもらえたらなっていうふうに思うんですけど、あとは引っ越しとかバタバタしてて、メイク系の動画あんまり上げてなかった気がしたので、メイク系の動画めっちゃ上げます。今後はい、モノマネメイクだったりとか女装だったりとか各シリーズもうどんどんメイク動画上げようと思ってるので、はい、その辺もまた楽しみにしてもらえたらなっていうふうに思うのと、あとはもうちょっとすればご報告できる内容の話も結構あると思うので、今後の動画もチェックしてもらえたらなっていうふうに思いますので、ぜひ今後ともメイクアップギトチャンネルをよろしくお願いします。はい、ということでいいなと思ったらグッドボタン、高評価、チャンネル登録、通知もぜひぜひお願いいたします。あとは概要欄からインスタグラム、ツイッター、TikTok のフォローもぜひぜひお願いいたします。あとね、気づいたかわかんないけど髪型をねセンター脇から斜めにしてみたんですよ。どうですか皆さん、どっちが好きかな、コメント欄で教えてくださいね。はい、では終わろうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。私以外の動画でお会いしましょう。ギテでした。バイバーイ。